沖縄慰霊の日続く政治利用祈りの場なのにと、はい、これ産経新聞が報じています。23日に沖縄県糸満市で開かれた沖縄全戦没者追悼式はさながら政治集会の様子を呈した。玉城デニー知事が米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に関し県民の圧倒的民意に寄り添い、辺野古が唯一との固定観念にとらわれず県との対話による解決を強く要望すると述べると、会場には拍手と指笛とともにそうだよしとの声が飛び交った。安倍晋三首相も出席した式典で、知事が政治的要求を突きつける平和宣言は翁長雄志前知事の在任時から繰り返されてきた。今回は玉城氏が知事に就任して初の式典だったが、慰霊の日を政治利用する悪弊は断ち切れなかったということで、はい、僕行ってきましたよ。そうですね、はい、はい、で写真をいくつか見ていただきたいと思うんですが、はい、やっぱ相変わらず罵声を飛んでたんですか。今年は、はい、僕3年連続で行ってるんですけど、はい、一番ひどかったですね。あ、一番ひどかった。今年は一番ひどかった。今年はもうちょっと良くなったってわけじゃなくて、うん、はい、これは土深夜というか朝なんですけど、はい、朝5時頃にですね、うん、自衛隊の方たちが、はい、まあ、陸自の方がメインで、はい、慰霊に訪れるんですよ、はい、これ霊明の塔っていう、うん、牛島中将とかを祀っている、はい、この慰霊碑なんですが、はい、まあ、朝5時からこの周辺の慰霊碑をいくつか回って、はい、こう花を手向けてですね、はい、まあ、祈りを捧げるということなんですね、うん、はい、でこう自衛隊が来るっていうことは、はい、やっぱこう変な輩も来るんですよ、はい、左翼というか、はい、こう騒ぐおじさんとかがいてですね、はい、うん、この塔の左側とかに毎年陣取ってる帽子かぶったおっさんがいるんですけど、はい、この人が、まあ、3年前は叫んでて、はい、で去年はまだ、うん、あ、2年前か、うん、で去年はまだおとなしく、今年も、はい、おとなしかったんですけど、こうやって慰霊しに来てるのに、うん、なぜその罵声をこう、ね、騒ぎに行くのか、はい、全く理解に苦しむところですよね。貴公衆と書き込みがありますね。まあ、貴公衆でしょうね、はい、熱心ですよね、あの活動家って、うん、そうですね、これだって朝5時で、はい、その前から陣取ってるわけですから、うん、まあ、多分3時台には起きてるでしょ。確かにね、3時台に起きてここ行って、はい、で我々も監視するために行ってるので、はいはいはい、結局3時台に起きてここに行くっていう、でまさにじらして10時ぐらいに行ったらどうなの。じらしてもうあの昼の10時ぐらいにさ、昼の10時はもう普通の時間ですからね。そうそう、それ、はい、それぐらいにもう、もうその、あ、自衛隊の、自衛隊のもうだからその罵声上げるために待ってんだったら、はい、うん、もう違う時間に行ったりとか、それかもう12時回った時にもうすぐにこれあれなんですよ、あの、あくまで私的な参拝っていうことだから、はい、なるほど、その任務の時間の前とか、ね、時間の前にってことだね、うん、じゃあもうやっぱ夜な、真夜中とかに行っちゃうとかね、どうしんよ、終わっちゃったよとあ、もうやっちゃったよって、はいはいはい、でまさにこれ祈ってるシーンで、はいはい、これあの一人ずつこう喧嘩していくわけですけど、一、うん、はい、人ずつマスコミが写真撮ってるんですよ。うわ、おう、何のために、はい、どうすんだろうね。いや、収集してんじゃないですか、うん、情報ね、うん、誰が来た、誰が来たとか、なるほど、うん、なるほど、どこどこのタイの誰それが来たとか、はい、確かにね、そういうのを確認するためにこの人たちやってんじゃないかなと、うん、はいはい、いう感じでしたね、はい、マスコミも数社、うん、はい、来てました。で朝日新聞なんかも記事にしてましたよ、うん、これについて、なるほど、ね、うん、自衛隊がこういうことやってたって、はい、まあ、それ自体は別に非難されるようなことではない、うん、そう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 、はい、でちなみにその去年の記事に、うん、あ、去年のあれ記事にその一緒に行ってた人とか映ってて、はい、あれ僕も映ってたんだったかな、ちょっと記憶なんか映ってたような気もしますね、はいはい、これ手前のは右翼です。あ、なるほど。で奥側に、はい、まあ、左派がもう安倍帰れってい う,、はい、こうデモ活動というか、うん、拡声器使って騒ぎ、ま、回ってて、はい、でこの右翼の人たちが、うん、今日は慰霊の日だぞ、帰れ帰れって言ってるっていう、まあ、一見すると正論っていう、まあまあう、ね、一見するとというか、まあそうね、普通に聞くと正論のことをこの右派が言ってるっていう、はいはい、で若干やっぱ衝突もありましたね。あった、うん、こう左派とこう、左派ってのもあれ極左ですけど、極左、うん、これ沖縄人民解放天皇上陸阻止青年実行委員会とい う, もう露骨な左派の、やばい、ね、左派というか極左の旗がありまして、はいはいはい、うん、これあの通常隠してるんですよ、なんか、うん、隠してて、なんか勢い余ってこう出してくるっていう。なるほどね。でこういう人たちとその右翼とかがこう衝突してましたね、はい、うん、まあ、あとは三里塚っていう、三里塚闘争の50周年記念 T シャツを着たおじさんもいました、はい、
同窓会みたいな感じなのかね。青春の学生運動を忘れないというないね、はい、本当に。まあこの人民解放ってなんだっていうね。そうですね、中国人だよね、人民解放軍っていうのは、うん、そうだし、本当に、まあ、左派の中でも、うん、はい、まあ、極左がこういうところで活動していたんだと、はい、うん、あ、これちょっと見えにくいですけど、はい、まあ、安倍帰れっていう。なるほどね。毎年この場所でやってるんですよね。あ、毎年この場所でやってて、はい、ただ去年に比べてちょっと数減ったかな。なるほど。これ体感的なもんなんで、はい、数えたわけではないですけど、なんとなく少ない感じです、うん、少ない感じはしました。安倍帰れって言われた時に、うん、じゃあっつって帰ったら怒られるのかに、ね、安倍さんも最後までね、わかりましたって。そうそう、わかりました。沖縄の民意を聞きましたっつって、いきなりそれで帰っちゃったら、はい、それはそれで怒られる、怒られてしまうんでね、はいはい、どうやっても怒られるっていうね、うん、はい、行っても行かなくても怒られますからね。そうそうそう、はい、来なかったら来なかったでね、うん、沖縄切り捨てって言うんだろうし、はい、あ、これ北嶺碑っていう、はい、この北海道の慰霊碑があって、うん、はい、これ多分皆さんの出身県の慰霊碑も沖縄に、うん、なるほど、ね、ありますよ。はいはいはい、はい、沖縄戦でお亡くなりになった、うんうん、道民は沖縄県民の次に亡くなっていて、はい、まあ、1万700何人とかだった、はい、もう1万人超えっていうのは北海道ぐらいなので、はい、なるほどね、はい、ちゃんとこれ北方領土も入ってるんですよね。はいはい、はい、で慰霊碑っていくつかまとまってあるんですよ、うん、まあ単独であるのもあるから、はい、もう絶対一日では回りきれないぐらい。平和記念公園の方にもいっぱいあるし、はいはい、でこれちょっと離れたところにあるもので、はい、ちょっと一緒に回るのが、はい、あの気合い入れていかないといけないという、なるほど、はい、ものでしたね。でこの北嶺碑の近くでもこれまた集会やってるわけですよ、はい、広島の塔という、はい、広島の方をこうお祭りする、はい、慰霊碑の前、はい、うん、というかこれあの慰霊碑の本当に前でやってるんで、うん、これ慰霊普通にしに来た人広島の塔行けねえんじゃねえかなっていう、あ、なるほど、ね、場所でやってましたね。もう囲んでるという、囲んでる、なるほどね、はい、もうあのギター持ってこう、はいはい、歌ってる人とかいましたし、はい、あの糸数恵子とか、うん、あの沖縄の選出議員とかがいてですね、うん、最初こう何か分からずに、はい、何だろうと思って歩いてたらこうあのこういうのもらいましたね、はい、まあ、チラシですね、はいはい、これあの共産党とかも、うん、とかとも反目してる感じの団体なので、まあ、なるほど、はい、この野党共闘の現実、うん、有権者裏切る結果に帰着っていう野党共闘にも否定的という 反対してると、はい、うん、相当もう極左の部類ですね、はい、うん、参議院選挙で安倍政権を追い詰めよう、まあ、こういう見出しがありまして、うん、はい、だからこれ労働者のなんちゃらってやつなんですよ、はいはいはい、我々は日本の労働者、働く者の全体に、従ってまた沖縄の労働者、働く者に力強く、大資本とその政府に、従ってまた安倍政権に反対する戦いに、軍国主義と専制政治を目論む、安倍政権を打倒する戦いに共に立ち上がろうと力強く呼びかけますって。従ってまた何回言うんだっていう。従ってまたって言いたいだけだろうって感じがしますけど。これ労働者のための、はい、でこの天皇制は危険な国家主義への、はい、統合の道具とか、うん、天皇の代替わりと元号決定をめぐってマスコミを総動員した天皇制5時翼賛の大キャンペーンが行われた。これは権力者である安倍が自らの政権の浮揚と参院選のために仕切っているのは誰もが知っていることであるとか誰もが知っている書くなよじゃあ書かなくていいだろうって。本当ですよ、はい、時代錯誤の身分制はとか書いてるんですけど、はい、時代錯誤っていうのはこの人たちの、そうそういうの、ね、まさにこの人たちのことを言うんですけど、はい、でさらになぜか青年会議所、はい、JC もこう非難をしていて、あ、 JC はね保守の人たちがいるからね、はい、JC の役割は米国覇権のなんちゃらって、はいはい、こういうこと、なるほど、はい、天皇制タブー化は許されないとか、はい、自衛隊の危険な正体が露呈とか、はい、でさっきの、 あの黎明の塔を、はい、にお参りしてるっていう話あったじゃないですか、うん、はい、6月の慰霊の日の早朝、不気味な自衛隊の制服組が集団でマブニの黎明の塔の前に集まり頭を垂れるのを見せるようになった。これは沖縄戦で非戦闘員の住民を戦場から退避させるどころか軍民ともに戦って死ぬことを強要した沖縄人の大量殺戮に責任のある戦争犯罪人でさえある旧日本軍の絶望の果てに惨めに自殺した司令官牛島と、参謀の長を、
美化したトーナメントだと、まあまあ、そんなことが書かれている、まあ、いろいろ事実誤認もありそうだし、はい、もうここでねいろいろ言うのもあれですけど、うん、こういうのってどういうテンションで書くんでしょうね、わかんないね、うん、でもまあ何年も同じのを使ってるんじゃないの、まあフォーマットは同じ、フォーマット同じで去年の文章にここだけ変えようみたいな感じで、はい、伝統的にやってるのか、いやようやりますよね、そう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 、この人たちの活動のモチベーションって何なんでしょうね、うん、はい、あとまあやっぱ本当段階の世代が、うん、ある程度片付かない限りは厳しいね、うん、そうですね、彼らは説得できないと思うんだよね、いや説得は無理です、無理だよね、うん、もうあの本当にその、例えば皇室が悪いと、うん、彼が言うところの天皇制なんだけども、うん、が悪いってもう絶対的にそう思ってるとかね、うん、あと自衛隊が悪いとか軍が悪いとか安倍政権が悪いっていうのその是々非々でも話せないし、じゃあなんで悪いのかっていう話とかも全然できないまま、とにかく悪い、とりあえず安倍が悪いんですよ、そうそうそう、はい、で中国批判とかしない、絶対しない、絶対しないっていうね、うん、まあ、こういう世代が徐々になくなっていくと、そう、まあ、世の中の動きっていうのも新聞とやっぱね、あの、うん、段階の世代の人たちだよね、うん、本当に、あこちら、はい、これも慰霊碑なんですよ、はい、ちょっと国旗でわかるかもしれないんですが、うん、これは韓国人を祀る、あなるほど、ちゃんと祀ってるんですよね、はい、そうなんですよ、はい、ただこれはあの何でしょうね、やっぱ碑文とか見ると、うん、韓国だなっていう、あなるほど、いやそれは、まあ、亡くなった方に手は合わせますけれども、うん、はい、なんかこう強制徴用されてあなんちゃらとか書いてあるんだ、そういう感じのものだし、ね、はいはいはい、本当にここ立派なんですよね、あそうだよね、ここものすごい立派で、相当立派だよねこれね、うんうん、しかも単独なんですよね、あなるほど、はい、一緒とかじゃなくて、まあ、もちろんその平和記念公園の中にはあるんですけど、はい、あの慰霊碑がまとまった区画じゃなくて、うん、ちょっと離れた独立したところにこれだけ立派なものが、うん、この、 あの手前の丸いのと、はい、奥の、チェスの、 あの駒みたいな、 あれは別です、あれは別なんだ、はい、なるほど、手前のやつだけです、はい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 、キングかクイーンかみたいな、うん、そうそうそう、このドーム状のものが、はい、この韓国人慰霊碑、はいはいはい、ですね、はい、まあ、皆さんも沖縄行ったらこの平和記念公園に行くと、うん、はい、そうですね、こういうものいろいろ見れますし、はい、まあ、相当なやっぱり戦いで亡くなってますからね、はい、沖縄の人も全国各地の人も、だってもうね、子供みたいな子ですら戦って死んでますからね、うん、はい、鉄血筋の応対とかですね、まあ、有名なのひめゆりとか、はい、うん、まあ、様々な学生たちが亡くなってるので、白梅、うん、手を合わせざるを得ないなというところですよね、はいはい、まあ、今年も政治集会になりかけたというか、うん、まあ、結局政治集会っぽく、はい、だって辺野古のことばっかりなんですもん、慰霊がどうだとか言いつつ、ああなるほどね、うん、やっぱ結局ね、だから慰霊を常にしないよね、しない、左派の人たちは騒ぐだけで、うん、広島の8月6日もあのサーが暴れに行くじゃないですか、はい、そうそうそう、なんかもう慰霊する気のない人たち、うん、もうああいう人たち政治活動しに行くなら、はい、もうちょっとやめてもらいたいですよね、うん、もう集会にも来るなと、はい、うん、騒ぐなと、静かに慰霊をすべきなんじゃないかなという、はい、まあ、今回の実に、はい、そう思いますね、沖縄の旅でしたね、はい、ダイアンさん、先日は沖縄の慰霊ご苦労様でした、あの帰れの叫びはあの場にふさわしくないし、他人にも無礼ですと。 T ヤーマーノさん、夏になると毎年霊能話題で最悪衛生が、小林のように騒ぎ立てますが、今の入学をして独立できたようなた過去日本のため家族のために散っていった英霊の方々のおかげですと、うん、そういうことですね。あと椎茸職人さん、毎日一生懸命仕事している俺にすれば沖縄のうぞうぞうの暇人を仕事せよと。なるほど、ああいう活動家の人たちって仕事しないでパッと揃えられこの記念日大事なところにドンピシャに合わせていつも移動できるよね、はい、移動できますね、はい、仕事してないんでしょうね、だからしかも飛行機代とかよく貯めてられるよね、うん、はい、仕事しないでどっかからそうですね、なんか組合とかで出してるんじゃないですか、はい、そうですね、ちなみに私のおかんの兄3人はミッドウェイ、うん、沖縄で戦死してます、本当にもう英霊です本当に、うん。